紀北町地域おこし協力隊の前川茜です。今日はこちらに来ています。長島の名倉の方にあります安木丸水産に来ています。冬にできる渡り牡蠣の取材をさせてもらったんですけど、安木丸さんは紀北町で唯一岩牡蠣を作っている会社さんっていうことで、今日は今この春の時期からだいたい夏の終わりぐらいまでが旬の岩牡蠣の収穫を密着していきたいと思います。レッツゴー。ここか。いつも3人でやってんですか、作業は。2人。私仕事を今見て。ああ、そうかそうか、手伝い。出発進行。念願の。ね、やっと見れる。二種類あるよ、ここ。入り口と奥は物が違うっていうか、あの着物が違う。あ、そうなんですか。シーズンで言ったら今の時期からいつまでですか。9月頭ぐらいまで。あ、大概の始まり。結構長いんですね。間が距離だいぶ長い。お盆ぐらい。3年前だ。こっからあと全部のそばだ。じゃびっくりしたね。わざわざ船乗って。参ったじゃん、こっちは。やめてほしいわ、そんな。手動好きなんやけど、あの渡り掛けもそうですけど、牡蠣全部手仕事ね、うん、そうそう。ここがこれがいないんか、これは 手でしか、うん、サーバーとなる手袋はめてる。重そう。え、何キロぐらいなんだろう。いや、まだこれ軽い方やで。まだこれもうすっごい重たいなって。まあ、これほどくのがほどけんやつ。あの重すぎて、重すぎて、この輪っかの中入るのに。ああ、なるほどね。はい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 。いいね、これ。しかもサイズ、ぴったりサイズでイカダの。でかっ。あ、長っ。めっちゃ長っ。7メートルだ。7メートル？水深どんぐらいですか、この辺。10メートル。10メートル。あ、じゃあもうほんと、結構ギリギリぐらいまで。本当に髪や髪。何お父さん何歳ですか。72。力めっちゃパワーある。昨日さ、はたいた位置で整形の先生とこ行って注射ってもらって初めて。一人じゃできないですね、なかなか。連携プレーじゃないとね。種子はいつつけてんの。10月頃かいな。10月頃。半年でこのサイズになるってことですか。ただこれはさね、ビックビックリ。3年もこれあっちゃん2年やで。あ、サイズ全然同じで2年もか。これが2年もんか。大体もう3年で取ってしまうんですか。長くても3年だ。あのサイズ的にいるとこは1年で出すやつ。1年も出したり3年も出したり。あ、そうなんだ。これ専用の包丁ですか。そう、カイナタ。カンナ、カイナタ、カイナタ、うん、これを1個ずつにしてまたこうやって全部装置してんの。それをもう手でやってるってことですもんね。そうそう、これ手でやって、ほんで大体の大きさに分類して籠へ仕分けて入れるんですけど、うん、これするときに籠へそれこそバーッと飛んでくるんですよ。これちょっと小さい。これ種。種か。あ、あれや、紐も細い。うん、赤いのこれ。赤いのが岩牡蠣。これがその10月につけたって言ってた種子。そうそうそう、重なっていくと細長い柿ができると思うので、丸くたい柿目指しとんのに、はいはいはい、僕は間柿って言われる細長いの。岩牡蠣は丸っこいんですか。見た時に丸かったもんで、まだにまだそれ思うる。あ、そうなんだ。間柿と岩牡蠣って結局時期が違う。時期だけ、ね、これが間柿でこっちが岩牡蠣。形全然違う。色も違う、うん、ちょっとあの赤っぽい。そうか、赤っぽいのがちょっと。うん。逆に乗ったら飛びます。あ、そうか。私もこれ欲しいんですよ。葉っぱ？葉っぱ。準備完了。
ストレス。これもですか。こっちが小津貝、こう、はいはい、こっからこういく感じ。どんぐらいまで、もっともっとですか。ちょっとここって一人じゃん。あ、これ、うん、え、これも、それも、あ、それもそれ多分違うかって言ってる。あ、別なのか。うん、別に。そうなのね。こっちだからって言ってもこっちだと思う。あ、すぐ取れた。あ、取れた取れた。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。めっちゃ重たいんですけど。測ってみる？測ってみたい。結構重たいですよ、これ。お父さん私は大体何回も。530 左手出るから。惜しい。綺麗になるから530なんです。すごい。これまたさらに綺麗にしてこうする。ここまでするんだよ。そこからメッキンソーへ入れて、入れて、で個人のお客さんやったら開けて出してっていうとめっちゃ狭かったね。いつも大体何時間ぐらい作業するんですか。もう午前中11時韓国ドラマ見やなもんで、慌ててうちに行って1時まで日本見やなもんで、ノルマノルマ、それからまたこっち来て、あ、そうなんだ。こっちにどんどん移していくんですか。先に洗ったやつある。洗ったやつを、洗ったやつはここに入れる。ここに入れる。でもこの時点でサイズ別になってるんですか。そう、ショッピングやすサイズ。これショッピングサイズ。これ大きいよ。大きいな、S、うん、これで S？ で、これがさっきの L、 L。 あー、でかいやつ、でかいやつ。これ S、SS、SS、これが M、M、L、L、LL、またこれで LL でもどういう例のあるの。あれをどん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 綺麗にしてったらこんだけ綺麗に見えるのか。ここまでさ、多分線でメインやって、だってお店に出される時って、うん、これここの後ろになる、うん、しかも裏返されて、もったいない。だからここまでする必要はないけど、うちはお父さんのこだわりで、うん、こうやって綺麗にして出したい、うんうんうん、抜くのがまたほんで難しいんですよね。それもちょっとやってみようかな、うん。動くもん、ね、うん、やってみて、うん、え、見せ、何もめちゃ踏まれた。入っててやろ。ほんで貝柱がここだ、ここもこういうな、こういう風な感じ、うん、いるのが貝をゴシゴシやってる、うん、うえー、でっかっ。ええ、右そのな、うん、ここは美しい。そういう風に綺麗に向けたらいいんだけど。よし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 、いい。あ、行き過ぎたんじゃない。そうそう、はい、はずはずはず、はい、この隙間から、そうそう、逆ライフがこっち、うん、はい、いや、そうそう、いいのかな、大丈夫かな。ずっともうここまで行ってた、はい、これでゴシゴシ。あ、いた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 、くっついてるところ。そうそうそう、来たね。あ、いいやんか、いいいい、あ、よかった、あぶねー。よし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 、いけた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 、よかった。貝柱はまだ大きいわ。大きい、うん、ほら、うまくいった、うまくいった。え、こんなでっかいの、うん、超贅沢じゃない。でもちっちゃいでしょ。めっちゃ贅沢だけど、貝柱だけ食べるっていうのもあります。これそれだけだと全然食べれる。臭くない。でも一番うまいとこ食べますよね。これ貝柱食べた後、残りどうぞっつって。え、じゃあちょっと代わりに食べてくださいよ。ごま油でいく。なんかごま油で食べるとか通じゃない。うん、いいな。うまい。うまい。ごま油食べるのが一番、うん、そうなんだ。どう、普通の牡蠣とやっぱ違う。一番プリプリ、あ、コリコリ感がね、はいはいはい。おお、ちょっと見えたら、ゴリゴリだ、ゴリゴリ。牡蠣も蒸し牡蠣が一番初心者向けってお店の人に聞いたことがある。あ、食べやすいとか、牡蠣ぐらいはまあもちろんね、うん、栄養が、来た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 。おお、いや、もうちょっとだよ、ね、もうちょっと、あとだ、あとだ。こっちマガキ、こっちマガキ、すごい、うん、超ぷっくり。多分これにこれつけても美味しいと思うし、うん、食べてみます。はい、実食、実食。岩牡蠣言われても分からんやろ。分からん。分からん。いただきます。食べますか。
あ、ちなみにこちらが海のミルクで、こちらが海のチーズでございます。あ、じゃあ食べれるわ。なんでチーズ？濃厚だから。うん、これマガキやな、うん、あ、すごい、奥の方が濃いわ、岩垣の方が濃いわ。そうやろ、うん、マガキ食べれるわ、うん、あれなんですよ、パンパンのやつはカキフライにして食べたい。カキフライは好きなんですよ。ああ、食べやすいし、うん、この傷ついたやつもさ、商品にならんやん。どうしようもないし、今まではなんかしてよ。もったいないよね。もったいないよね。前通ってよ、前通る、うん、パトロールしに来ないと。何時頃ですか？何時頃ですか？よし、ありがとうございました。一般的な人が買えるのはその長島ショッピーとベースかで買えますので、手間暇かけて作ってる岩牡蠣ですので、ぜひ今年の夏は岩牡蠣を食べてください。ありがとうございました。ありがとうございました。